今から森山大臣に囲み取材を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。小学校2年の時に田子に来て、田子の小学校に入ったんですけどね、ちょうどその時期というのは終戦直後ね、ちょっと後ですけども、その時期で僕が初めて海とかね、山とかね、そういうふうな風土に触れたのが初めてです、ね。だからさっきもちょっと他の方、当時の知り合いの方や関係の方がいらっしゃって、もうその白枝友さんという、友春さんという方なんですけども、とにかく僕をよく海に連れてくれた、僕が海に入る初体験ですね、それでそれからこの鉄道の山陰線の向こう側の方には山があって、畑があって、山がずっと山があるっていうね、本当にそういうね、自然にね、大きな自然にやっぱり僕が一番最初に触れたのは島根県二万郡田久野村なんですよ、当時ので、そういうやっぱり一番最初のその時期のね、記憶というのは、それはもう僕のね、その後のもう何十年もね、渡るあれに全部ね、やっぱり関わってくるんですよね。だからどっか海、外国も含めてね、海行くとやっぱりふっと滝野がね、出てくる、そういうね、やっぱり場所なんですよね。だからいわゆる僕の本当の記憶、いろんな意味の、いろんな記憶の一番最初のね、記憶を僕に植え付けてくれたのは、やっぱり島根県田久野村です、はい。だから僕の写真にね、やっぱり関わることも全て結局そこにルーツがあるんですよね。あまり意味というのは特にないんですけども、とにかく僕はね、松江も含めて偉そうに言えばね、世界中のいろんな展覧会を経験してきて、やっぱり思うのはね、とにかくそこの場所の方に見ていただきたい、感じていただきたい、それは別に僕のね、写真の理由とかそんなことはどうでもいいんです。僕の写真を見て、なんかこう写真というものをね、ふっと感覚してもらえるといいということですね。それがやっぱり写真展の一番のことですね。やっぱり写真展はやっぱり結局今度のタイトルにもなってますけども、記憶とかね、そういうのが全部あるんですよね。でそれはご覧になる方それぞれがご存知の記憶をね、みんなもう一遍ふっとね、感覚してもらえるといいと、写真というのはそういうもんだと僕は思ってますので、あんまり深い意味とか理由とかそういうことはね、別にして、やっぱりその人、ご覧になる人が自分の記憶をね、ふっと蘇らせてもらえるといいなというふうに思ってます。やっぱりね、これはね、風土の問題はもちろんですけど、やっぱりね、親父の生まれたふるさとですね。で、やっぱり今回もね、やっぱり展覧会をやる際にしても、それから今度、昨日見たことにしても、やっぱりどっかでね、親父来たぜっていうね、感覚があるみたいね。だからやっぱり田久野村と親父っていうのはね、ずっと僕の中にね、つながってあるんですよね。そういうことなんですけど、もちろん田久野のね、風土をね、褒めるとかいろいろ言うのはさ、でもそういうことじゃなくて、やっぱり自分の中に親父が生まれた場所、そこから僕も関係にこだわってきた場所というふうにつながっていくわけです。
ましたけどね、やっぱり僕が見たもの、僕がその時に感じたもの、それはとっても個人的なことに過ぎないんだけども、でもその個人的なことに過ぎないそのワンショットをね、見ていただけると嬉しいですね。でそれはもう僕がどういうつもりでどういう理由でどういうわけで撮ったってことはどうでもいいんです。それはもう一旦離れますから、特に写真っていうのはやっぱり機械ですからね、コピーですから、物事のコピー、世界のコピーを撮って、そのコピーをご覧になる方がまたご自分でコピーしていただけるとそれは嬉しいですけどね、ご覧になる方がもうとにかくそれを感じていただく、どっかの記憶にね、もう本当にわずかな、ささやかな記憶でもいいから、記憶をね、と感じていただけると、僕は嬉しいですね。僕の場合はね、基本的にはね、延々と道路を歩く、街灯を歩く、街を歩く、とにかくね、歩くことによってしか僕の写真というのは生まれてきてないんですよ。そうすると歩くことによって感じる一瞬、僕なら僕にも当然感じる一瞬がある、その一瞬にとりあえず撮るっていうね、もうそれの累積ですね、なんかそれぞれ撮る理由とか自分であまり考えない、それを考えたらね、スナップ写真っていうのはね、撮れないですよ簡単に。じゃなくてやっぱり僕が直感したもの、その日ね、その日その時の体調とかその時の天気とかを含めて僕が感覚した一瞬をとにかくワンショットを撮ると、コピーするということですね、まあね、60年代、70年代、まあ、それぞれね、その時の時期によってね、当然僕自身もいろいろこうね、変わっていくわけだろうし、変わらないこともあるだろうし、いろいろあるんですけども、だ80年代っていうのは僕にとっては写真をね、自分の写真をもう一度ちょっと思い返す、見返す、そういう時期だったと思います。その時期に僕は写真時代というね、もう今はないんですけども、そういうグラスの寿司があって、まあ荒木さんなんかもやってたんですけどもね、それを写真時代をずっと撮ってる10年間と言ってもいいですね。でその時に自分の写真に対する思い方、思い、それから写真というものは何だろうかという思い、さまざまな思いをもう一度真剣にね考えてっていうんじゃなくて、写真を撮りながら一瞬一瞬自分でね自覚していった、また考え方がね、それぞれが動いていったというね、そういう時期だと思います。僕もね、あんまりそのいろいろよく知らないんだけども、親父が明治大学に入って、でその時にその時期にまあ、要するに神田で知り合った、神保町あたりで知り合ってるみたいなんだよね。で母もなんか共立女子大かなに当時いたらしいんです。そういう関係で二人が知り合って、それで森山県ができてきたわけですよね。なんかあったっけ、わかんない。いや、とにかくそれでね、親父は俳句をやってました。それからおふくろは俳句も好きですけども、結構短歌とかね。とにかく僕の一家は文化系でしたね。だからうちにはいっぱい本があったし、僕も子供の頃からなんか勝手に親父のやおふくろの本を向いては。適当にバラバラ見てたんですけども、やっぱりみんな文化系なんですよね。でおふくろは特にそういうなんかこうものを読むとかね、それをなんかこう自分で感覚して歌にするとかね、そういうことが好きな人でしたね。山さん
さんもそういう受け継いでるものってあるんですか、影響されたものというか似ている、うん、だからそれは具体的にね、具体的に影響されたというよりも本棚にいっぱいある本がある。それから父と母がね、よく食卓でそういう話を結構してるということを聞きながら、やっぱり僕はそういうのをどっかで埋め込まれたんですよね。自分のことを言うとなんですけど、僕は双子だったんですよ。双子で生まれて、それでまだ当時大阪に両親がいて、双子で生まれたんですけど、関西の方に親父のね会社は住友生命という関西の会社でしたんで、それで双子の兄貴がね早く創生して、それで親父両親がじゃあ自分の宅のにねこうちょっとしばらく置いといた方が俺にとっていいというふうに思われたみたいですね。だからおじいさんおばあさんのところに預けてちょっとそこで育ててもらった方がいいんではないかというふうにきっと思ってくれたんだと思う。それで、ほとんど物心がつくかつかないかの時に宅のに行ってんですよ。だから僕の初めての宅のの記憶というのは言葉にはできないし、なんか言うわけにはいかないけども、ぼんやりといろんな風景がね勝手に見えてきてるという感じでしたね。1年足らずみたいな感じですか。まあ1年足らずかな、それぐらいだと思います。そんな長くいなかったから。わかりました、ありがとうございます。いえいえ、とにかくこのコロナがわっとね蔓延した時期は僕もほんの数日ちょっとおっとと思いましたけども、でもね僕の場合は表へ出て写真を撮らないと仕方ないので、最初のうちは自宅の実施とか撮ったんだけど、そんなのにはとても収まらないんで、とにかく僕はもうすぐ表へ出ました。というか表へ出ないと何にも始まらない。それは街に人がいなくなっても、それからみんながマスクをかけてても、そんなことはどうでもいいから、とにかく僕は街を撮りたい、街の人を撮りたい、街のいろんなものを撮りたいと思って、もう割にすぐ自分でもカメラ持って出かけましたね、毎日ね。でもう本当に銀座をシーンとしてね、昼間からどこもかしこもそうでした。でまず20年前に展覧会やっていただいたから、また現在やっていただいているということは、これはなかなかないことなんですよね。これだけ大きいねスペースで、いわゆる公立のね場所で、だからそれはやっぱりとっても嬉しいですね。それともう一つはやっぱりすぐそばに新事業があると、もうこういうことも含めてね、やっぱり島根っていうと、松江っていうと、もうここの美術館と宍道湖というふうにね、ふっと自分の中ねいつもあるんですよ、そういう記憶がいつも ね。だから今度しばらくにこちらに来ましたけども、それでもやっぱりね来るとふっとねいろんなことがねこう思い出されてきて、感覚されてくるわけですね。そういう場所ですね。だから美術館でね展覧会をやるっていうこと自体はね、それはやっぱりカメラマンとしては嬉しいことですし、意義のあることなんですけども、それはそれとしてね、僕はいろんな日本もそうだけど、いろんなところで展覧会をやらせてもらってるけども、それはどこでやってもねそれは変わらないんですよね。それは一番最初にやっぱりこの宍道湖のほとりのこのスペースで自分がやるんだというね、その気持ちがいつもどっかにあるわけですよね。僕が一番最初に、僕はもう当然まだ小学校高学年の頃ですけど、スタウトっていうねスタウトっていうカメラがあったんですよ。
ベイブライトのね、おもちゃのようなカメラですけど、それをたまたま僕はあの大阪の豊中の方の商店で、あの商店の親父さんにこれ面白いって言われて手に持って、それで持ち帰って、あの弟を取り、姉を取り、当時の自分の家を取り、あの風景を撮りっていうことで、そこまで撮って、あのもうその僕のカメラは 手が離れたんですけども、それが僕の最初ですね。でその後はやっぱり、それと僕はやっぱりあの工芸学校中退したりとか、いろんなことしながら、なんか自分は絵じゃないかと、自分の、やっていく道はねって勝手に思い込んでて、まあ、絵を結構描いてたんですけども、それがね、ふっとある時期に、なんかこう、それは大阪なんですけど、大阪のね、当時有名な、写真家の岩宮武二先生という、ね、先生がいらっしゃって、その先生とのところに、自分がデザインの仕事をふっと持ち込んだ時に、初めて写真と触れ合って、なんだこの世界はと、そのスタジオの世界、それからその関係するね、アシスタントたちの世界、これはちょっと自分で絵を描いてる場合じゃないぞと、なんかもっと自分なんかふっと変わっていきたいっていうかね、そのブランコがね、右が左にふっと変わるように、もう写真に変わっちゃったんですよ、あの気持ちが。で、そこから写真が始まったんです。石川さんはね、僕はそれまで石川さんのお名前と、まあ、外国なんかでね、お撮りになった写真とかは、ちらちらと当時、見てたんですけども、ある日ね、どうしても森山さんにお会いしたいと、自分の写真ちょっと見てほしいと言われて、新宿 あのゴールデン街っていう飲み屋街なんですけども、そこでね、彼と会って、で見てくれって言うからね、もうその場で彼のカラー写真とかをね、そのビュアのカラービュアの前で全部見せてもらった。でこれはもう面白い、これはなんかつまんないとかんなこと言ってたので、石川さんはやっぱりその僕が見て面白いって言ったものに対して、やっぱりどっかで感じてくれたんだよね、言ってる意味をね。そういうとこからね、彼とのつながりが始まってるわけ。だから何点かね、もう何年も前ですけども、結構ちょっと2人で対談をしたりとかね、そういうことはやった時期がありますね。でも彼はやっぱり社会的な行動力を持ってるし、それからもちろんその三国写真をね、もうエキスパートですから、その辺すごいなと思うけどね、ふっと時々たまに見るとね、渋谷 あのネズミ撮ったりね、不思議なものを撮り始めるんですよね。そういうなんかこう、なんか深刻というのかな、彼の中の厚さ、厚みというかな、それが面白いですね。うん、だから彼がまた島根で撮るとおっしゃったんですけど、それ何をどうお撮りになるか分かりませんけども、それもおかしいですよね。だってヒマレ行き、どこ行きで大変な、僕は、まあ、雑誌でね、彼も読んでるし、でもね、それがやっぱりふっとね、島根っていうふうに言われると、おお、また石川君ってまた何か始めるぞと、撮るんだなとかね、ふっと思うだけ。うん、最近ちょっとお会いしてないけどね、時々お会いしたりしたんですよ。うん、最後に担当の北谷からってこと、はい、この展覧会もそうですけれども、美術館の準備室っていうのが1995年にできまして、でその4月に重点作家として森山先生の作品の収集研究、そして展覧会の開催をしていくってことでお願いに行きました。でこの短時間でも皆さんもお分かりだと思いますけど、その温かいお人柄といいますか、その時自分でポッと入れてくださったお茶の
味が今でも忘れられないんですけれども、それ以来28年あっという間に経ちまして、で20年前の光の狩人展、そして今回の光の記憶展ということで、まだまだ島根県ではご当地ないという方もあるのが大変気になっていて、多くの方に見ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。